匂いが強烈な臭い犬5000。犬と暮らしている方や、これから犬を飼おうと考えている方が、気になることの一つに、犬の体臭問題が挙げられます。私たち人間も、体臭には個人差があるように、犬たちの体臭も犬種によって大きく、差が出ることを知っていましたか？今回は、匂いが強烈な臭い犬5選をご紹介していきます。臭い犬、臭くない犬。犬なんて可愛ければ臭くても問題ないと言えば確かにそうですし、犬はある程度犬臭いのでは？と思いますよね。そもそもこの犬臭さというのは、犬が全身から出すフェロモンを含むアポクリン腺という場所から出す汗が関係しています。アポクリン腺は皮脂や汗と混ざることで匂いを放ちます。また羽毛の色が体臭と関係しており、白など薄い色の子と比べると、茶色や黒い羽毛の子は細胞の成長の際に老廃物を排出するため体臭が強いという説もあります。今回は犬種別に臭い犬を紹介していきますが、諸説ありますし、あくまでほんの一例ですので参考までにご覧ください。シーズー。シーズーは独特の体臭がある犬種と言われています。健康な子でも匂いを発したり、普段から清潔にしているのに匂うことも少なくありません。シーズーの体臭の原因として最も多いのが、マラセチア菌によるものです。マラセチア菌とはカビの一種で、犬の皮膚や耳には少なからず普段から存在している常在菌と言われるものです。この常在菌が何らかの原因でバランスが崩れ増えてしまうと、皮膚病の状態となります。ひどくなると、酸っぱいような独特な匂いを発するようになります。マラセチア症になった犬が暮らしている部屋に入ると、この匂いは一体と、一瞬で気づくほど強力で、独特な匂いがします。シーズーはもともと、皮脂の分泌が多い犬種で、皮脂を餌とするマラセチアが増えるには、もってこいの皮膚をしています。そのため、圧倒的にシーズーではマラセチア症の発症が多く、シーズーは独特の匂いがすると言われる理由なんですね。治療や定期的にシャンプーを行うことで治る場合もありますが、体質的なこともあり、長期化したり何度も繰り返したりするため、臭い犬として名前が挙がってしまうようです。しかしながらシーズーはかつては貴婦人たちに可愛がられていた犬種で、とても穏やかな性格で家庭犬にはもってこいの犬種です。鼻ぺちゃの愛らしい顔と足が短めでまん丸とした体型は何ともたまりません。皮膚自体のトラブルや皮膚トラブルによる体臭が出やすくはありますが、抜け毛の少ない犬種でいろいろなカットを楽しめることもシーズーの魅力の一つです。皮膚への負担を減らし、見た目も可愛いカットをトリマーさんにお願いすると良いかもしれませんね。ヨークシャーテリア。ヨークシャーテリアの魅力は、なんといっても宝石にも例えられる美しい皮毛です。ツヤツヤの皮毛はまるで貴族のようないでたちですが、もともとヨークシャーテリアはネズミ捕りを仕事としていた犬種でした。仕事柄雨にさらされる機会が多かったヨークシャーテリアは皮脂を多く分泌し、雨や汚れから体を守っていました。現在は室内で愛玩犬として飼育されるようになりましたが、その体質は他の犬種と比べても非常にオイリーであることで有名です。見るからに脂っこい皮膚をしていたり、体を撫でるだけで手がベタッとしたりします。そのため面倒だからとシャンプー等のケアをサボってしまうと、体から強烈な匂いを放つようになってしまうのです。もちろん適度な皮脂は皮膚を守るために必要なものですが、皮脂が過剰分泌されがちなヨークシャーテリアは汗と皮脂が混ざり合い、匂いの原因となってしまいます。さらにこの状態を放置すれば脂漏症という皮膚病になってしまい、カビのような嫌な匂いを放つようになってしまいます。もう一つ、ヨークシャーテリアの匂いの原因として挙げられるのが歯石です。犬は口内環境の違いで人よりも歯石がつきやすい生き物ですが、その中でも小型犬は特に歯石がつきやすいと言われています。大型犬は十分な顎の大きさがあり、
歯と歯の間に隙間ができます。ヨークシャテリアのような小型犬は歯の大きさに対して顎が小さく、歯と歯の間に隙間ができず、歯垢が溜まりやすく歯石ができやすいのです。この歯垢や歯石がかなりの悪臭を放ちます。加えてヨークシャテリアは髭毛が伸び続ける犬種で、口周りの毛を長めに残すカットが比較的多いです。そこにフードの食べかすや細菌だらけのよだれがついてしまえば、匂いがするのは当然ですよね。汚れた場合はこまめに拭いたり、毎日歯磨きを行えれば良いのですが、テリア犬種のため我が強く時に攻撃的な一面も見せることがあります。口周りを触られることを極端に嫌がり噛みついてくる場合もあり、日常的なケアが難しいとどうしても匂いの原因となってしまいます。ヨークシャテリアの体質を理解してシャンプーやカットをこまめに行えば、匂いを抑え髭毛をきれいに保つことは可能です。そのためにも子犬の頃からシャンプーに加え、歯磨き、口周りのカットなどに慣れさせ、楽しくケアができるようにしておくと良いですね。アメリカンコッカースパニエル。豊かな髭毛でエレガントな見た目のコッカーはダブルコートと呼ばれる毛の構造をしています。肌を守るオーバーコートと体温を維持するためのアンダーコートの2種類の毛が生えていることを指します。アンダーコートは寒さから身を守るために短く柔らかく密集して生えています。暖かさを保つにはもってこいですが、密集しているということは通気性が悪く蒸れやすいため、細菌が繁殖し匂いの原因になりやすいということです。アンダーコートの生えている犬は寒冷地方が原産地の犬が多く、日本のようなジメジメと湿気の多い時期には特に悪臭を放ちやすくなってしまうのです。またコッカーの髭毛はストレートとウェーブタイプの2種類があるのですが、ウェーブタイプだと特に毛が絡まりやすく蒸れの原因となります。こまめにブラッシングを行ってあげましょう。コッカーの匂いの大きな原因となるもう一つの要因は耳です。コッカーは大きな特徴的な大きな耳をしています。耳もふわふわな毛に包まれており、それがチャームポイントであるのですが、通気性が非常に悪く汚れがたまり、細菌感染や外耳炎を起こしやすい環境にあります。外耳炎になると本人はかゆみが出て辛いのはもちろんのこと、部屋中に広がる悪臭を放つことがあります。耳の表側だけでなく裏側も蒸れを軽減させるためにバリカンをかけることで匂いも抑えることができます。耳のバリカンは難易度が高いのでトリマーさんにお願いするのがおすすめです。ゴールデンレトリーバー。体を動かすことが大好きで非常に活発であることは犬好きの方ならご存知だと思います。活発ゆえに散歩では草むらに迷うことなく突っ込んでいったり、水辺を散歩しようものならリードを引っ張って水に飛び込んで嬉しそうにはしゃぐこともあるでしょう。本人は体が汚れてしまうことなど気にも留めません。飼い主はその汚れをきれいにしてあげる必要があります。汚れをそのままにしておけばもちろん不潔で匂いの原因の一つになってしまいます。そしてゴールデンレトリーバーは犬の中でもよだれが多い犬種であることを知っていましたか？よだれは食べかす等を含み細菌の巣窟です。口周りから胸元の毛にかけて付着し匂いを発します。さらにお尻周りの毛も汚れやすい傾向にあり、羽毛がふさふさでどうしても排泄物がつきやすいです。不衛生にならないよう気をつけていても、食事や排泄は1日に一度ではないですし、大型犬のため体全体をくまなく清潔にすることはなかなか困難です。加えて髭毛はダブルコートで量が多い上に長毛です。絡まりやすく汚れも取れにくいのでさらに大変ですね。ゴールデンレトリーバーはもともと水辺で漁師が撃ち落とした鳥を回収する仕事をしていました。皮膚や髭毛を守るために水を弾くよう皮脂分泌の多い性質です。皮膚は脂っこくダブルコートで通気性が悪いため匂いの原因となりやすいのです。極めつけに大きな垂れ耳で外耳炎などになりやすく、
細菌感染による悪臭を放つことがあります。小型犬であれば比較的簡単にシャンプーをして匂い対策ができるとしても、ゴールデンレトリーバーほどの大きさとなるとシャンプーをするのも一苦労です。どうしてもこまめにシャンプーをすることが難しく、体の至るところに汚れが溜まって体臭がきつくなってしまいます。そもそも体表面積が小型犬の何倍にもなるので、単純に考えても匂いも何倍にもなるので、どうしても匂いが強烈と言われてしまうのかもしれません。パグ。パグはここまで紹介してきた犬種とは違って羽毛の量が多いというわけではなく、通気性も良さそうですよね。しかしパグ臭と呼ばれる独特の悪臭を放ちます。原因はパグの特徴であるシワシワの皮膚です。くじゃっとした顔が可愛いパグですが、このシワの間が蒸れて細菌が繁殖してしまい、匂いを生んでしまいます。溝になっているため、シャンプーの際に綺麗に洗おうと思ってもなかなか綺麗に洗うことができなかったり、洗えていてもしっかりと乾かすことができておらず、半乾きの状態が細菌を増やしてしまう原因になることもあります。皮膚はもともと皮脂が多くベタベタしています。加えて遺伝的に皮膚が弱いこともあり、皮膚病になりやすいです。皮膚病となり菌が発生すると、さらに匂いを放つようになってしまいます。毛が短いからといってケアを怠らず、こまめなブラッシングや定期的なシャンプーを行いましょう。そして特に力を入れてほしいのは顔のシワのケアです。こまめにコットンなどで拭き、清潔に保つことでパグ臭を抑えることができます。顔は飼い主が頬ずりをしたり匂いがすると特に気になる部位だと思います。正しいケアをして皮膚病も防ぎ、たくさんスキンシップを取ってあげたいですね。いかがでしたか？匂いが強烈と言われる犬は遺伝的に犬種によって大きな差が出るんですね。室内飼いが主流になってきている今、犬を飼う上で体臭があるかどうかも、どの犬種を選ぶかの基準の一つになることもあるでしょう。しかし飼い主が適切なケアを行うことにより匂いを抑えることは可能です。犬種によってはケアが大変な場合もありますが、可愛い犬たちのことを思えば何ともないのかもしれませんね。